俺の心は決まっています。ただ今は目の前のことに集中しましょう。生き残らなければその後のことも考えられません。この戦いが終わったら俺から伝えます。それからでも遅くはないでしょう。そうね。話は聞いたぞ、ジークハイド。バシュタール様、なぜお前なのかと神を恨みました。だが俺たちは戦士だ。いつどこでどのような形であれ死を恐れてはならぬ。そして最後まで戦い貫かなければならぬ。そう、生が終わるその時まで。はい。先に行き待っていてくれ。俺もこの世界での戦いが終わったその時にはお前の元へ行こう。神々が住まう世界。あとのことはお願いします。ああ、締めっぽい話はここまでにしておくか。またお前と共に戦えることを嬉しく思うぞ。俺にとってこれほど心強いことはない。頼りにしているぞ、ジークハイド。俺もまたあなたと戦えて光栄です。足手まといにだけはならないように気をつけます。何を弱気なことを。どうした、緊張しているのか。いえ、そういうわけでは。あのラルバのことを考えてました。得体の知れぬ力を持ったラルバか。アルゼストから報告は聞いている。おそらくですが戦うことになるのではと、そんな予感がするのです。アルゼストすら苦戦したラルバか。闇の神とも新たな力を得ている。奴らに対抗するには我々も力を手に入れねばならない。力に対する力。力が全てと。だが力なき者がどうしてこの世界を支えられよう。力ある者は力なき者の剣となり盾となる。戦士ではない者にまで戦いを強いてはならぬ。たとえ心を失い道具となり果てようと、いやすでに戦うためだけの道具になり果てているのかもしれんが、マキに頼ろうなどと考えた時点で何。私としたことも喋りすぎてない。お前と同じで緊張しているのかもしれん。こういったことは人もラルバも変わらぬようだ。大きな戦いの前です。仕方ありません。この戦いが終わりの始まり。さあ、行くぞ。はい。報告します。傷の山脈より多数の魔物が現れ前線が押されています。あの新たな魔物の他に、未確認ですが中にはラルバもいるそうです。ラルバに率いられたゴブリンが多く、これはかなりの強敵となりますわね。率いられてこそ奴らの力は増します。逆に言えば指揮するものを失えば烏合の衆と化すわけですが。難しいでしょうね。だがやるしかない。みんな力を貸してほしい。ええ、もちろん。はい。私頑張ります。行くぞ。マカリトール。
この機を逃すな。続け。続きなさい。滅する。みんな続いて。無益な戦いは望まない。この機を逃すな。続け。倒れてください。みんな、続いて。いい。
かり通る。この機を逃すな。続け。続きなさい。みんな、続いて。無益な戦いは望まない。引いて。この機を逃すな。続け。そう。行きますよ。滅する。光。
この機を逃すな。続け。いえ、すぐに敵の増援が来ます。あまり気を抜かない方がいい。わかったわ。でも、小休止する時間くらいはあるわよね。はい、少しなら。では、今のうちに休息をとってください。隊長も少し休んでください。わかった。ありがとう。今までで一番しんどいよ。敵さんもそれだけ必死ってことだ。休め休め。膝枕して差し上げましょうか。起き上がれなくなりそうだからやめとくよ。あらまあ、振られてしまいましたわ。ミーナルちゃんはどう？メルもいい、すぐだから。腹からの匂いがする。気をつけろ、近いぞ。近くにラルバがいる。野郎ども、お嬢さん方、気引き締め直せ。見つけたぞ、虫けら。殺す殺す殺す。このラルは完全に理性を失っているわ。嫌な時にだけ当たるな、私の。いいえ、助かりました。それにこれは好機でもあります。周りの魔物は俺に任せろ。お前はあのラルバに集中しろ。バシタール様と共に周りの奥を引きつけておいてくれ。あのラルバは俺が倒す。虫けらか。殺されろ。死ね。決着をつけよう。行くぞ。
ニメルなの？この機を逃すな！続け！命が惜しくば引くがよい。力を貸してください。私の番ね。この機を逃すな！続け！
命が惜しくば引くがよい。みんな続いて。みんなを守って。すまない。ありがとう。止まるわけにはいかない。まだまだこれからよ。すべては主のために。うん、いい感じ。
ひとごときに。奴ら本格的に撤退を始めたみたいだ。まだ動ける隊が追撃をかけていますが、無理はさせられません。うちの元気なのはどうする？できるだけ救護に回して、残りで追撃隊を編成してくれ。アリス、ルーティエ、もう一働き頼めるかな？ええ、もちろん。大丈夫です。私も参りますわ。何かお手伝いできることもあると思いますし。私もお手伝いしましょう。お兄ちゃんはダメ！の、いや、あんたが手伝うと死傷者が増えそうだから。本気で辞退してくれる？うんうん、兄様怖いもんね。兄様は素直に通撃を手伝おうよ。そうですね。ではこちらをお願いします。アリスさん、ガリオスをお借りしてよろしいですか？どうぞ。ガリオス、しっかりね。主の命ならば、行くぞ。ええ。よしよし、ちょっとサービス残業をしてやりますか。戻ったら美味しいご飯おごってもらうかんね。ただのご飯じゃないよ、美味しいご飯だからね。わかったわかった、その分働いてくれよ。いや、何事も言ってみるもんだ。じゃ、楽しみにしてるよ。僕も行くよ。ジーク、ああ、分かってる。これは一体。